はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。本日のアップデートでですね、新しくストーリー第2部が始まっています。第1部がブラバース大陸編だったんですけど、第2部はウドイン大陸編ということで、早速やっていきたいと思います。一章一話村の異変、もう1万から始まるんだね。まあ、ここでいきましょう。イブリ村がまさかこんなことになっているなんて。みんなどこ行ったの？村長、部品を落としてるの？あ、これだけになっちゃったの？村長、ほっとくとまた壊れちゃうの。かくれんぼは終わりにするの。村長、みんな出てきてなの。ガサ、誰かいるなーって。あ、よかった、てっちゃんたち。リンダ無事だったんだね。リンダ、何があったの？それが、このままな、ウドイン大陸のモンスターがどうして とにかく倒さないと。オートで行ってもらいましょう。もうどんどん前だぞ。はい、あとはどこで仲間が増えるかだよね。それも楽しみですね。はあはあ、どうしてウドラーがここに。あいつだけじゃないわ。他にももっとたくさん見慣れない魔物がこの村に来て。リンダ、何があったの？話してくれる？いつも通り平穏な日々だったわん。村長にお料理を配達しに来たら、急に村が騒がしくなって、見たこともない魔物たちが村のみんなを襲って連れ去っていったわ。みんな誘拐されちゃったの？さっき戦ったウドラーといい、ウドイン大陸から来た。でもそんなことって、何か手がかりになるものがあるかもしれないの。村の中を探してみるの。一緒には何が起きた？それにしてもひどい荒れ具合だね。みんな必死に戦ってたかな。村長も無茶して、私もみんなと一緒に戦いたかったんだけどね。おお、いるじゃん。あいつら、こやつらにはかなわぬ。リンダよ、せめてお主だけでもどうにか身を隠しに、逃げ延びてくれ。あ、戦ってる時のあれだね。いや、私も戦うわん。敵と対峙するだけで戦いではない。生き延びて起きたことを伝えるのもまた大切な役目だから、リンダ生き延びて、てっちゃんたちにこのことを伝える役目を担ってほしい。村長、これ以上話してる余地はなさそうじゃ。もし互いに無事ならまた生きて会うこともではな。男らしい。というわけなの。建物の中でみんなが襲われる声を聞いてるしかできなくて、私すごい悲しいわ。でもちゃんと怪我せずにいてくれて、私に何があったか教えてくれたの。リンダも辛かったでしょ。ありがとう、助かったよ。そう言ってもらえると嬉しいわ。お、ここか。今は誰もいないから、盗みが働き放題の村ってのは。むむ、聞きずってならないの。火事場泥棒は成敗するの。
1章3話、手がかりを探して。村を襲った奴らの手がかりになりそうなもの。あ、何かあったの？モンスターの毛がいっぱい落ちてる。これは魔獣系のモンスターのものかな。あ、なんか変な形した腕輪も落ちてるの。見たことのないデザインね。襲ってきた魔物たちが落としたのかしら。うん、やっぱりうどんに体力のものに似ている気がするな。ホルトン王に見せたらもっと詳しいことがわかるかもしれないね。うわ、助けてくれ。ノムは誰か襲われてるの。助けるの。いやー、助かったぜ。ありがとうよ。ホルトン王に言われてお前らの様子を見に来たら襲われちまって。王さん、私たちのことを心配してくれてるの。ありがたいな。ちょうど王さんのところに行こうと思ってたんだけど、連れてってくれるかな。了解だ。超特急で行くぜ。お、仲間になる、仲間になる。最初の仲間は、あーこれはもうなってるやつだね。一章4話、お城に戻ろう。衣装5は、異変の原因。おお、てっちゃんたちよ、よくぞ無事に戻ってきてくれた。して状況はどうであった？それが、ふむ、魔獣の毛に見慣れる腕輪か。ウドイン大陸には魔獣系のモンスターが多く住んでおる。それによりこの腕輪はウドイン大陸に住む者が、好んでよく身につけるもの。おそらくアサリの中で落としてしまったのだろう。やっぱりウドイン大陸のやつらが犯人ってことなの。今すぐ乗り込んでやるの。でも違う大陸だよ。そう簡単に行ける場所じゃないよ。こちらで船を手配しよう。とはいえ今日はもう遅い。一晩休んで英気を養うとよいだろう。知らない大陸に行く前に何があるかわからないし、ちょっと訓練しておくの。
模擬戦なの。なんだか硬くて強そうな相手なの。物理攻撃は効きづらそうだね。呪文主体で戦っていこう。戦闘始まってから言うのはやめとしよう。毎回そうだけど。ふう、みんなお疲れ様なの。お腹も空いたことでしょう。食事を用意しております。わーい、やったー。さすがマスターリーグ勝ち抜いたお主らじゃな。どんな時でも、精進は怠らぬということか。マスターリーグといえば、あの時乱入してきたあいつ、今どうしてるんですか。あいつレッドクリームことか。あいつならば、また出てくるのか、レッドクリーム。1勝6話、御殿間の話。マスターリーグに現れたあの男レドクリームは、あの時気を失ったまま未だ目覚めてはおらぬ。まだ暴れてはいかん、また暴れてはいかんから、ひとまず檻に入れておるが、目覚める気配は一向にない。御殿間って言いましたよね。ああ、かつてこの世界で英雄と、称されたモンスターたち御殿間、あやつはこの大陸の誇りじゃった。その強さは世界中に届いての、そしてその力はさらに力を、引き出す、アマテアの指揮はそれはそれで見事で、マスターリーグをたった2人だけで勝ち上がったこともあったんじゃ。前そんなことが書いてある本を見ました。本当のことだったんだ。お話中失礼します。城下町で住民に避難を呼びかけていたところ、不安から暴動が起きてしまい、なんと誘拐事件を未然に防ぐべく対策を講じたが、逆に皆の不安を煽ることになってしまったか。大丈夫なの。みんなの不安は私が取り除いてあげるの。暴力でな。民を落ち着かせてくれて感謝するぞ、てっちゃん。みんな不安なんだね。でもそれで暴れて誰かを傷つけるのは良くないことだよ。民を不安にさせてしまうなど、王として不徳のいたすところじゃ。いや、わしの話す今は不要か。レドクリームの話を続きをするとしよう。かつてはとても心優しい男じゃった。少々粗暴なところもあったかの。ほほ。
そんなやつがああなってしまったのは全て、ガルゲオスのせいじゃ。ガルゲオスが争いを起こし世界を、乱れたくさんの命が失われた。あの頃はわしはまだ子供で何もできなかった悔しさが昨日ことのように思い出されるわい。王様、過去のことを悔やんでも致し方あるまい。とにかく今は 今すべきことをやるだけじゃ。レッドクリームのことはわしに任せ、テチャの血はエブリムラの者たちを助けるんじゃ。当然なの、絶対にみんな助け出してみせるの。今日はいろいろとあって疲れてただろう。部屋を用意、させるからゆっくりと休むといい。章7はウドイン大陸へ。あ、宝箱あったね。小さなメダルが取れるかもしれないね。お城のベッドふっかふかだったの。ご飯もとっても美味しかったの。今なら何でもできそうな気がするの。母気合いたっぷりで何よりだ。僕もみんな体調バッチリだし、張り切ってウドイン大陸へ行こう。確かホルトン王が船を手配してくれているのだったな。となればまずは港町へ向かわなければ。そうだね。うん、うわー、たったた、助けて。いいからおとなしく俺らについてくるんだ。これはいけない、あのモンスターを助けなければ。あるある、壺がある、壺がある、ちょっと待って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 、よしよし、ナイスナイス、待機、待機、ツボ、小さなメダル、よし、オッケー。ありがとう、君たちが来てくれなかったらあのまま連れ去られるとこだったよ。今あちこちでの村や町で誘拐事件がいくつも起きてるみたいですごく怖かった。誘拐事件、イブリ村のことが他の場所でも起きているということか。確かにこの大陸では見たことのない魔物だった。このままだとブラバース大陸全体が危ないかもしれないよ。早く誘拐犯をとっちめてやるの。一章8はウドイン大陸、2ですね。一生9、新たな冒険、13,000。うわー、逃がすか、待てー。ババ、ここも襲われてるみたい。誘拐なんて許さないの。なんだ、貴様らも我々と共に行きたいのか。そんなわけないの。
我々の邪魔するならばただでは置かぬぞ。ユニコーンの回復が厄介なのは1体ずつ確実に倒していくの。この私が負けるとは、これではエレジア様に顔向けできぬ。エレジアって誰なの？ここは一旦退却だ。みんな船に戻れ。あ、待てなの。こっちもすぐに船に乗った追いかけてやるの。あっちはウドイン大陸の方向だね。あいつらもやっぱり、ブラバース大陸のモンスターを連れ去りに来たんだ。急ごう、早くこの誘拐事件を止めてイブリ村のみんなを助けなきゃ。ユニコーンのアイコン、報酬でも小さなメダルもらえたね。今ね、新しい地図を発見しましたということで2章になるわけですね。はい、というわけで1章が終わったところで本日の動画は以上とします。また次回の動画でお会いしましょう。